はい、皆さん、こんにちは。今回は、司法書士めの一歩ですね。 頑張ってやっていきましょう。トピック19。あなたのその権利消えます。今回は消滅事項について少しお話をさせてください。どうぞよろしくお願いいたします。さて、今日も楽しんでやっていきましょう。今回取り扱っていくのは、まあ、前回に続いて事項を取り扱っていくんですねで。前回はずっと占有をしていたらその土地を取得できますよっていう取得事項だったのに対して、今回皆さんと学んでいくのは、その逆、消えてしまう消滅事項。 について学んでいきますでは、早速なんですけれども、事例のところをね、いつも通り見てしまいましょう。え下の文章を読んでいきますよ。うん、A は B に100万円を借りていましたで。B も100万円を返してもらうことを知っていながら、再則もしなかったため、A はずっと返さないまま、支払い期限から5年が経ちました。 A は今も100万円を支払う必要があるのでしょうかで、これって何も法律を知らない段階で見ると、あれなんかこれってあの、返さないとまずいよねっていうふうに皆さん感じると思うんですけれども、これも先に結論から言ってしまいますと、これは返さなくていいんですね。返さなくていいということになります。では、なぜそうなるのかそもそもその消滅事故の制度ってのはどういうものなのかっていうことを確認しておきましょう。図は右の通りなんですけれども、 債権者 B が A に対して100万円を貸していたわけですよね。債権者と債務者の立ち位置ね、気をつけましょう。B が A にお金を貸しています。100万円を貸しているわけなんですね。で、ここのところでずっと返さなかったら A は、じゃあこの100万円を返さなくていいのか。で、結論は返さなくていいんですよ。で、なぜかというと、ここでね、この画面注目していただきたいんですけども、消滅という言葉からもわかりますように、これね、 ずっと放置しておくと、長期間権利放っておくと、消えてしまうんですね。なので、ここのところ、ちょっと見づらくて恐縮ですけれども、この100万円のところにね、点々点があって、100万円返してって、まあ、当然ね、言えるんだけれども、ずっと言っていないと、これが自己消滅してしまうんですね。消滅してしまうということは、この画面で言うと A さん側からの視点に立つと、この100万円を返さなくていいということになります。では、 大体のことはね、仕組みは理解できたと思いますので、ちょっと掘りす、掘り起こしてね、行きましょうか。まず、意義のところなんですけれども、行きますよ。消滅事故とはですねえ、法律上権利を行使することができるにもかかわらず、権利者が権利を行使しない状態が一定期間継続した場合に、その権利を消滅。 させる制度。まあ、前回は取得だったんだけども、今回は消滅ということになります。で、債権はということで、ここから超重要でありますので、今覚えてしまってください。債権は、権利行使できることを知った時から5年間を経過。 または、権利行使できる時から10年間を経過することで消滅事項にかかります。すなわちもっと噛み砕いていっちゃうと消えてしまうということですね。権利が消えてしまうので、先ほどの画面で言うと B さんは A さんに対して100万円返してと言え,言えなくなってしまうということなんですね。これを知っときましょう。なので、この数字も含めてね、5年とか10年というとこのも含めて、これは試験対策上もものすごく重要ですし、実務に行ってからも重要でありますので、今覚えてしまいましょう。 では、事例のところを当てはめてみていきますと、上記の事例で言うと、貸主である B は100万円を返してもらえることを知りながら、支払い期限から A に対する支払い請求権を行使できたのに、5年間それを掘ったから貸しにしていたわけですよね。なので、A 側から証明事項を主張することで、100万円を支払わなくてよくなるんだということですね。で、ここまでで一区切りなんです。 で、こっから先はプラスアルファの位置づけなんですけれども、ここからお話しする話も試験対策上は外せないポイントとなりますので、今の段階からね、しっかりと覚えてしまってください。いきますよ。しかしですね、債権者、債務者が、その債権を存在することを前提とする行動を起こすことで、次ポイントです。消滅事項のカウントをゼロに戻すことができます。で、それがですね、この言葉を覚えます。事項の更新ということなんですね。 で、ちょっと分かりづらいと思いますので、その下の文章を読んでいきますね。えー、例えばですね、えー、債務者が5年経過する前に、あのお金はちゃんと支払いますというように、債権の存在を認めた。これを承認というんですけども、この承認という行為がされると、この時効の更新中に該当して、証明時効のカウントがゼロになる。で、それはどうなる、どういうことなのかっていうと、この画面で言うと、B は再び A に対して100万円返してっていうふうにまあ言えるということなんですね。 よろしいでしょうかここの仕組みのところね。なので、この、まずは順繰りに行くと、権利行使することができる人だから5年間を経過、あるいは、権利行使できるというか10年間を経過すると、この画面注目してください。この100万円返してっていう権利が消えてしまうんですが、この画面まだ注目しててね、A が B に、B からあの100万円早く返してよっていうふうにわ、 言われた時に A が、はい、返します。あのお金ちゃんと返しますからっていうのは、これ承認っていうんですね。これを皆さんイメージ通りやってます。承認したと。で承認すると、また消滅事項のカウントがゼロに戻りますので、B は今まで通りね、100万円返してっていうふうに言い続けることができるということになります。ここまでセットでぜひ押さえておいておきましょう。で そ、ここでもう読めると思うんですけれども、え、それまでに進行してきた時効のカウントはゼロになって、え、そこからまた証明時効のカウントが始まりますよっていうことになります。で、これは取得時効と同じように条文の位置づけがものすごく重要となりますので、この画面の右側、参考条文のところ一緒に読んでいきましょう。 まず、えー、166条1個。債権は次に掲げる場合には、時効によって消えますよ。消滅しますよ。っていうことですね。で、これもう大事だと思うんですけれども、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間という数字覚えてください。で、次。権利を行使することができたきは10年間行使しない。この10年っていうところですね。それぞれしっかりと覚えておきましょう。なんだけれども、152条のところで、時効は権利の承認。 があった時は、その時から新たにその進行を始めると。お金返してください。A さんが、あのお金ちゃんと返しますよ。それは承認に該当します。で、承認をすると、このカウントが0に戻って、B は A に対して100万円返してねっていう権利が消えませんよと。 ということになります。これが消滅事項であります。事項については、まあ、前回から学んでますように、取得事項と消滅事項2つありますので、これをしっかりと区別していただいた上で、分けで考えていただいた上で、それぞれの初めの一歩のところで取り扱ったところについては、しっかりと今の段階からもう知識のところを覚えていただければというふうに思います。では、なぜこのような趣旨があるのかっていうことなんですけれども、まあ、ここについては、 前回のところと通ずるところで、結局、時効の趣旨っていうのは、永続した事実状態の尊重にあるわけですよね。なので、この、もうここのね、A で説明してしまいますけれども、ずっと、これ B は A に対して100万円、あの、貸金債権があると。A に対してお金を貸していると。で、B 側もそれを分かっていない、いながらですね。 いながら A に対して100万円返してよって全然言わなかったんだ。全然言わなかったんだっていうことであれば、じゃあ今客観的な事実状態っていうのは A は B から何も借金をしていない状態になるわけですね。で、それを尊重しましょうっていうのがこの自効制度の永続した事実状態の尊重であります。で、ここからす さき、スムーズだと思います。上記の事例で言えば、5年間続いている A が100万円支払う債務を負っていないからのような事実状態を尊重して、法律上も債務を負っていない扱いにするのが消滅事項ということですね。で,ですから、事項のカウント途中で A が債務を承認するなど、継続してきた事実に反するような事実が勝た場合に限っては、それまでの事項期間の経過を無意味なものとしますので、カウントがゼロからまた進んでいくということになります。 では、先ほどのこの事例についての答えとしては、原則として A は証明事項により可視権変換サが証明したことを主張できるんだけれども、例外として債務を承認していたような場合ですね。そうすると、事項の更新の効率が生じてしまいますので、そこから再度必要な期間を経過しないと A は証明事項を主張することができないということになります。では、やってみよう。過去問のところで今日入った知識のところですね。実際に問題解いてみましょう。 読んでいきます。時効の更新自由が生じた場合には、それまで経過した期間は、法律を無意,味なものに無意味なものとなり、時効の更新自由が終了した時から新たに時効期間が進行してきますよということですね。これは丸ですで。今回の事例においては、承認ということですね。承認。扱ったのが承認のところですね。ここのところを押さえておきましょう。ゼロから新しくスタートする。 いうことになります。以上です。え、ここのところ、今回取り扱ったものと、前回取り扱ったもの、事項ですね。取得事項、証明事項、繰り返しになってくどいと思いますけれども、大事なので、もう一回だけ最後に言わせてください。え、非常に重要でありますので、しっかりと押さえておいてください。以上です。では、今回の始めの一歩については以上です。またお会いしましょう。